はい、しびれがね、なんで戻ってくるかって言ったら、自分のね、なんでか、ここなのね、第四頸椎がちょっとずれてるからなんですけども、これを自分でする場合っていうのは、ちょっとだけ顔、こうするよ、はい、はい、はい。こういうね、バスタオルをぐるぐる巻きにしたもの、わかりますか？こうぐるぐる巻きにしたちょっとこれ触ってみてください。結構硬いでしょ？で、これね、こういうのを作ってほしいんです。できたらね、中にね、サランラップの芯、1本だけ買ってもらって入れて、これぐらいの大きさのものを作ってください。だいたいね、グー、わかる？グー、グー、グー、サイズ的にグー、グー、これぐらいのサイズ、これをね、顔隠しますよ。首のここに当てて、こうやって寝る。こうやって寝ると、首の形っていうのは S 字湾曲といって、S の形になってるんですね。その湾曲に合わせて、こうやって自分の頭でこういうふうに落ちる感じで、ちょうど頭がつかない感じ。こういうふうにして寝てもらうと、首の状態がね、きれいになるので、肩こりとか、頭痛とか、手のしびれとか取れます。で、なのでね、初め寝たらね、これで寝るとね、首が痛くて寝られないんですよ。なので、初めね、5分間から10分間、治療のために、自分の首を治療するために、こうやって首に当てて、上向いて寝る、それもこの硬いペットでね、で、いうのをやってあげるようにしてくれると、すごく楽になります。はい、これが、悶絶整体の首を気持ちよく治す方法で、ちなみに私もこうやって上向いて寝てます。朝まで寝れるときは寝れるし、寝れないときは寝れない。そういうときもポーンとほっといてください。で、これをね、やっといてもらうと、首がね、すごくマシになります。で、できたらね、あとこういうふうにちょっとね、悪い方向に入れておいてあげると、今ちょっと痛気持ちいいぐらいでしょ。ちょっと肩にきてます。肩にくるでしょ。で、こういうふうにちょっとしといてあげると、首が出てるのが、骨がこっち側に出てきているのを自分で押さえつけていって直すことができるので、もしくは、あとここら辺とかね、わかります？この辺当たってるでしょ。こっちはわかんない。じゃあこっち、こういう風にちょっとゆっくり置いといてあげると、整形外科で首を引っ張る機械みたいな、あれの自己セルフ版みたいな、ここをやっておいてもらうと、次回来られた時にすごくマシという感じで、わかりましたか？はい。ではね、ちょっと動画止めて気持ちいいことしますね。